皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹田でございます。今回の動画は、初心者の人こそ知っておきたい5つの必須テクニックについて皆様にご紹介させていただこうかなと思います。けど、まあ、その5つのテクニックというのは、その、なんて言うんだろう、その、すごいこの派手なバーンという大技ではなくて、まあ、結構地味な小技みたいな、なんかちょっとしたコツみたいな感じの技ばかりですが、この怖さがね、その一曲の中に存在するかしないかでいくとすると、なんかこうね、あるとないとで、こう、一曲の仕上がりとか聞こえ方が全然変わってきたりするんですよ。そんな結構ね、この大事な小技だったりとかするので、ぜひとも覚えておいてくださいませ。ある程度、ギターが弾けるようになってくると、自然と身につくことなんですが、早めにね、こういうポイントを押さえておいて、いい演奏をするために、初心者の人こそ、ぜひ、この5つのポイントを押さえておいていただければという感じでございます。よかったらチェックしてみてくださいませ。そんな感じです。ざっと言ってみると、1、ダイナミックス。2、1弦からピッキングするというテクニック。3は、そのばらけるピッキングというテクニック。で、4は始め方、5は終わり方。こんな感じの内容です。順番に行ってみましょう。まず最初、ダイナミックス。初心者の方にとってはちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、まあ、この音の強弱っていう話です。強弱。強いところは強く弾く、弱いところは弱く弾く。こんなダイナミックスを心がけると、すごいこの演奏の艶っていうんですかね、この波とかが出てきてくるんですよ。サビとか盛り上がるときはもうバーンと大きくピッキングしましょう。アコギは本当にもう100の力でピッキングしたら100の音がボーンと出ますし、1の力で弾けば1の囁くような音が出る楽器です。この辺、エレキギターと違って、このダイナミックス、強弱がすごく弾きやすい楽器になってるんですけども、例えばすごいこのバラードとかで、このしっとりと始めたいときは、すごいもうゆっくり、で、このピッキングを軽くして、いきなりこのね、イントロからオラオラって感じで、行くんじゃなくて、最初はソフトにソフトにピッキングするわけです。もう超優しく、もう誰かに支えかけるような感じで、優しくピッキングをする。で、これがね、サビとかね、サビに向かってだなぁ、強く。サビはすごいでかく。まあ、こんな感じでその、ね、弱く弾くところは弱く弾く、強く弾くところは強く弾くという感じで、この自分の中で、ね、そのテーマというか、その波を決めて演奏していくと、1曲のこの波みたいなのができて、すごいこの色気が出てきたりとかするんですよ。この強弱に関してはね、本当まあそれは自由なんですが、ちょっとね、弾く前に、ここら辺は強く弾いてみよう、この辺は弱く弾いてみようみたいな感じで、計画を立ってから演奏し始めると、すごく面白くなるかなと思います。そんな感じで、1曲の中に強弱をつけて演奏するというのがコツ1という感じです。もちろん、なんて言うんだろう、その、なんかこうね、最初から最後までずっと元気な曲とかもありますからね。こういうときはね、あえて最初から最後までこうバシバシと弾いていくというのももちろんありだと思います。そんな感じで強弱について計画性を持って演奏してみると、すごく面白いかなと思います。2つ目、1弦からピッキングするというテクニック。これ、ブレイクって言って、その演奏が一回こう伸ばしたりとか止まったりするときってあるじゃないですか。その後にすごく有効なんですけれども、その言葉の通り、1弦からピッキングします。普通、ダウンピッキングっていうと、この6弦からこうバーンって曲が始まったりするんですけども、そうじゃなくて、どっか曲の終わりのところで、で、なんてやったりとかすると、なんか普通にこう、弾き始めるよりも、なんかこのハッとする感じがしませんか？やり方としてはすごく簡単で、アップストロークで、こう1弦から弾いていくような感じです。で、ちょっとしたコツとしては、その一気にこうバーンと弾くんじゃなくて、ゆっくりやると、このちょっときらびやかな感じが出てきます。で、ゆっくりやりつつ、なおかつ、こっち側、ピッキングをこのブリッジ側、こっち側、ネック側ではなくて、ブリッジ側でやると、なお一層きらびやかな音になります。こんな感じ。
りやりすぎると、ね、くどくなってしまうんですけれども、ブレイクの後とか、サビが入るところとか、最後の繰り返しのところとか、なんかこう、ここぞって時に一発こうブンと入れると、急に、きらびやかなサウンドが入ってきて、なんかこう、締まるかなという感じですね。こんなテクニックもあるということをぜひ覚えておいてくださいませ。3つ目に関しては、ばらけるピッキングという感じです。さっき の, その2番とちょっと似てるっちゃ似てるんですけれども、今度はその6弦からこう、弾いていくという感じですね。これは割と頻繁に使用しても OK なテクニックで、伸ばすところとかに、突っ込んでおくとすごく良い感じです。例えばその曲の中でこう、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツーなんて弾くところがあったりするじゃないですか。で、ここをあえて一気にこうズバンと弾くんじゃなくて、ばらけるような感じで弾くと、そうするとなんかこういっぺんにこうバーンって弾くよりもなんかこの厚みが出てきたような感じはしませんか？なんかたくさんの人が演奏しているかのような、バーンって弾いちゃうとなんか一個の音がこうボーンって飛んでくるような感じですけども、こうやって弾くとなんかズババババーンみたいな感じで、なんかいろんな音が聞こえてくる感じがしますよね。こういうのもまた面白いかなと思います。指でピッキングするときも同じですね。指でピッキングするときも。順番にこうバーンと弾くんではなくて、6弦から順番に、ちょっと難しいんですけれども、この親指、人差し指、中指、薬指と、別の方をやってみるとこんな感じ。いっぺんに弾いちゃうと、こんな感じだけども、ばらけると、こんな感じで、なんかばらけるとなんかすごい厚みが出るような感じしますよね。これがそのばらけるテクニックという感じです。ピッキングの時も指の時も6弦側からブルブルとやると、厚みが出て面白いかなという感じです。ぜひ覚えておいてくださいませ。その次、4と5に関してはその演奏の仕方という感じです。4番はまず始め方。皆さんがその家でたくさんギターを練習します。で、いろんな曲を覚えたりとか、レパートリーを増やしたりとか、歌の練習したりとかして、で、どっか、人前で演奏する場面があったとしますと。で、その時にそのどういうふうに始めたらいいかという話です。もちろんその、特に決まりとか正しい方法とかがないので、まあ、ギターを持って行って、マイクが必要ならばマイクをセッティングして、マイクとかがないならばそのままボンと椅子に座って、よし、演奏するぞ、バーンってこうスタートすればいいんですけれども、その演奏をスタートする前に心構えっていうんですかね、ちょっとそんな話をさせていただこうかなという感じです。始め方。まずその、ギターに慣れてない段階だと、まず絶対緊張してしまうので、緊張をうまくコントロールしてくださいませ。しすぎてもいけないし、しなさすぎてもいけないし、適度に緊張っていうのがすごく大事です。で、可能ならば、スマートフォンとかで大丈夫なので、演奏する曲の BPM、このカッチカッチこっちカッチっていう感じのメトロノームで割り出した数字をメモしておいて、演奏を始める前に一回聞くと良いかと。思います。例えばその BPM が120の曲があったとします。で、その BPM120 の曲を家で練習して、人前にこうボンと立って、今から演奏しますと。で、ちょっとね、可能ならば一回メトロノームで120の音を聞いて、あ、このぐらいかって、ちょっとこの確認をしてから、演奏し始めると。そんなことをするとなお一層良いかなと思います。で、曲にはよるんですけれども、このボディとかを叩いて、ピックとか指で、このピックガードの上、こういうボディを叩いてしまうと傷がついてしまうので、ピックガードの上とかをね、このコツンコツンと叩いて、ワン、ツー、スリー、フォー。なんていう感じで、カウントも出しながら演奏できると、すごく良いかなと思います。このカウントは、その、なんていうんだろう。そのバンドメンバー、例えばベースの人とかドラムの人とかがいれば、その人たちと合わせるためにその出すようなカウントだと思うんですけれども、と思っているかと思うんですけれども、まあ、何気にこのカウントっていうのは自分のためでもあるし、今聴いてくれるお客さんのためでもあるんですよ。
いきなりこうバーンと始める演出ももちろんそれはそれで OK です。けれども、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー。っていう感じでカウント出してくれた方が、聴いてる側としても、あ、このぐらいのテンポなんだなという感じで心の準備ができるじゃないですか。あえてその心の準備をさせずにいきなりバーンって始めるのももちろんありなんですが、基本的にはそのカウントを出してあげて、お客さんにもその聴く心の準備をさせてあげると良いかなと思います。で、自分もカウントを打ちながら、今回のテンポね、なんていう感じで、ちょっとこのノリを作ることができるので。演奏を始める前は緊張を適度にコントロールして、で、可能ならば1回メトロノームを聴いて BPM を確認する。で、曲にもよりますが、可能ならばカウントを出して、落ち着いた状態でお客さんとその曲の楽しさを共有できるとすごく良いかなと思います。そんな感じの始め方という話でした。最後、終わり方。曲がこう、ビャーンとありまして。で、最後に。終わったとします。終わり方。この曲をバーンと終わったときに、その一番良くないのが、すぐに喋り始めたりとか、音をすぐ止めてしまうこと。なんかこう、みんながちゃんと楽しんでるかなとか、その自分うまくできてるかなっていうそういう不安とかはもちろんたくさんあるとは思うんですけれども、なんかこう中途半端にやるとね、すげえかっこ悪くなっちゃうんですよ。なんて言うんだろう、その、曲が最後、アウトロがあります。あともう少し終わりです。あ、どうもありがとうございますみたいな感じでやったりすると、すごいなんか、みたいな、なんか、ダサい感じがしちゃうじゃないですか。なんか、終わり良ければ全て良しってわけじゃないんですけども、終わり方がしっかりしていると、結構演奏全体がね、それっぽく聞こえたりとかするんですよ。で、その、演奏の終わり方は簡単に、分けると3種類あるかと思います。締め、止め、伸ばす。これ、締め、止め、伸ばすの3つ。まず、その、締めに関しては、一回その、最後のコードを伸ばして、しばらくしてから、じゃがじゃーみたいな感じで締める。ちょっとしばらく伸ばして、で、このありがとうございましたとか言えば、なんか、あ、終わったんだなって感じするじゃないですか。いかにそのお客さんに今演奏終わったよってのを演出するか、言葉で終わりましたよとかありがとうございましたっていうんではなくて、演奏、ギターの音で、はい、ここで終わりですよっていうのをどう伝えるかという話なわけです。ペーン、ペーン、伸ばして、伸ばして、とかやると、なんかそう終わった感じしますよね。じゃがじゃんは、1回だとちょっとしょぼいので3回くらい弾きましょう。じゃじゃじゃんと、しばらく伸ばして伸ばして伸ばして、こんな感じです。で、じゃーん、バババーンってやると、またこう始まるような感じがしてしまうので、こう始まらないというのをアピールするために、じゃがじゃんって弾いたらすぐに右手で止める。こんな感じです。締めて止める。締めて止める。そうするとグッと終わった感じがします。で、今のはその締めましたけれども、締めてから止めましたけれども、止めるだけっていうパターンもよくあります。例えばこんな感じ。なんかこう中途半端な雰囲気で終わらす曲。こういうのとか。そのバシッて止めると、なんかこう、一見こう静寂が訪れますけれども、ここでこの恥ずかしがってすぐに喋ったりとかせずに、この沈黙を演出するわけです。ちょっと沈黙を演出してから、まあ、ありがとうございましたって言ったり、なんかお辞儀をするなりして、終わりだよっていうことを伝えるわけですね。一見こうね、またこう喋ったりとかすると、すごくかっこ悪くなってしまうので、しっかりこう止めて、この空白の時間を演出するという気持ちを持ってください。止めて、しばらく待ってから、まあ、動くと。そんな感じです。で、最後、伸ばす。伸ばすだけで終わるパターンもあります。止めないということですね。止めない。締めないし、止めない。伸ばして、伸ばして、伸ばして。で、こういう時にそのね、左手の指をこの離してしまうと、もちろん音が止まってしまうので、できる限り伸ばして、伸ばして、伸ばして。で、ちょっと自分では少ししつこいかなぐらいもう伸ばします。で、伸ばして伸ばして、あまりにもこれ長いなと思ったら右手止めましょう。別にこのままずっとこう伸ばしててもいいんですけども、これはちょっと長すぎるぞと、ちょっと思ってきたならば右手で止めましょう。右手の止め方は、この側面、
側面を使ってそーっと触っていきます。外側からそーっと、いきなり真ん中触っちゃうとバシッて止まっちゃうんで、外側からそーっと、触って止めていきましょう。外側からそーっと止めていきます。そうするとなんかこうすごいなんか終わった感じしますよね。これがバシッと止まるとえぇ、ー、って感じですけども、伸ばしてる音も演出の一つなんです。演奏の一つなわけです。で、この伸ばしてる音も演奏の一つだし、この止め方も演奏の一つなわけです。ちゃんとしっかりここで綺麗な和音を続けて、しっかり止めて終わったよということを演出しましょう。あ、ちょそんな感じです。なんとなく分かっていただけましたでしょうか。まあ、それぞれのテクニック、別にそんな難しいことではないので、なんかこうメモしたりとか、頭の中に入れたりとかしておけば、すぐ実践できる内容かと思います。でも、こういうね、一つ一つの小技がね、一曲の中にあるとないとね、全然印象が変わったりとかするので、ぜひ、皆さんの演奏に取り入れていただければという感じです。そんな感じ。ダイナミクス、一弦からピッキング、そしてばらけるピッキング。で、曲の始め方、曲の終わり方。で、終わりに関しては3種類あります。止め、締め、伸ばす。これの組み合わせでございます。そんな感じで、ぜひ皆さんの演奏に役立てていただければ、これ幸いでございますということでした。ぜひ人前で演奏するときがあったら、これを思い出してくださいませ。で、最後になりますが、私、滝沢勝成、Twitter などをやっております。まあ、あんまりこう、面白いことつぶやいているつもりはないんですけども、なんかこう、日常でね、そのギターのこととか、なんかお酒のこととか、料理のこととか、まあ、普通にこの自分の生活のこととか、いろいろつぶやいたりとかして、まあ、人によってはすごく面白いかと思いますので、よかったら、フォローしてみてくださいませ。TAKIJAWA、滝沢じゃなくて滝ジャワで活動しておりますので、よかったらフォローしていただけますと幸いでございます。こんな感じです。それでは、また違う動画でお会いしましょう。さよなら。